はい、ですね、脱出できないと思ってたんですけども、なんかまあ脱出できることが分かりました。でですね、なんか俺ちょっとやったと思うんだけど、まあここをオンにして、これ両サイドオンにすればいいのかな、すれば右側の通路、こっちの方がなんか行けるようになるんで、まあ通路ってこれもエレベーターなんですけど、こっちがなんか解放されるらしいんで、まあ今押しても動かないんですけどね。なんで、さっきのところの、まあ、パワーをオンにしてやり、こっちまで逃げてくると。でこいつ名前なんだっけ、 SCP-049 がこっから襲ってくるんで、それを避けつつ右に逃げると、それでおそらくいけると思いますってなわけで、早速やってみましょうか。まずこれをオンにして、でこっちもゾンビがいるんで、ゾンビを避けの、こいつも避けて、さらに逃げると、おそらくこれでここが開くはず。あれ開かねえの、そんなバナナ。さっきやったとき開いたのに、ちょ、邪魔だ。どうしてこれ、じゃあこう開けて、一回こっちは、下げる、ちょっと待って、こんなことやってたらやられるぞ、俺やられるぞ。ダメだ、やっぱこれ上げないとダメな気がするね。はい、よーっ、今入る邪魔だ、いやー逃げさしてやられたよ。エレベーターまで行くと、開いてる？開いてない、カード気づかない。おー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 、ここから抜け出せない。開いた、ラッキー、ラッキー、なんで、なんで開いた、むしろ。わけわからんぞ。で、まあ動画撮る前にここまで
できることは確認したんですよ。この後がちょっと分かんなくて、あれどういうこった？おい、あ、いた。なんでなんでなんで、どういうこと？痛い。いやもうなんなの。やっべー。もやっぱ戻れないの。もう帰ってきたっす。そういうことだったのか。やべやべ、来るじゃん、あいつ。ちょっと待って、今間違って閉めた。緊急会無理。こんにちはって言った君、ちゃんと挨拶した？ちょっといや、これで開いてる？クラブ？開いてねえじゃん。なんでやねん。ハロー。お前今回ちょっと歩くの早くね？スイッ。あれ今開いてた？開いてなかったよ。いやな、これうまくいってない気がすんな。いけてねえよ。あれ追っかけても来てるよ。なんなん、あ、いたら、うわ、おら。どういうタイミングで開くんだよ、これ。あいつ引きつけない。お、違うとこ来たぞ。セーブしよう。よっしゃ、抜けたぞ。もう二度と行くか、この人。いけないの？あれマジ何？どうしようもない系？っていうかどうすればいいの？踊ったらあいついるし、これある意味積んだんじゃないですか？帰るしかないんじゃない？帰るの？
あそこもダッシュで逆方向のまあ元のどこにかいるしかないんで、後ろにいた。とりあえずエレベーターをまあ降りまして、開いた瞬間にもうダッシュで左に逃げる。これだ。ほらお前無理で、こっちも無理。今当たったぞ。おお、もういや、ちょっとこれおー出血とか自然治癒とかするのこれ。ダメージ食らったの痛いな。こっち開いてる開いてる、よっしゃ開いてる、帰れるけど、これ出血まずいね。出血まずい気すんな。まあとりあえずこうやって戻れることが分かったんで、わかりましたと。なんかやっぱ動きおかしいな。殴られてるのが効いたん。えれ、え。おお、一難さんいましたか。CP173 がいるんだ。どうでもいいや、こいつは。とりあえずそれよりもあの下のやつだよ、下のやつ。ほえー、マジかよ。戻るとあいつの場所が変わってたりしないかな。しないかな。 F5 セーブ。いや、これ、この、これ行ってみよう。で、体力も、スタミナも、ちょっと全開にして、一気に駆け抜ける。これだ。なんでやねん。椅子を開けて、もうここダッシュして。ここ閉じるのか。よいしょ。ほら、特に意味がないのかもしれない。開くの。さっきはあの近すぎたんだよ。近すぎたからちょっと この辺にいるよ。この辺にいて開いた瞬間に出した。そうきますか。あ、でも見えてる。一発食らった。まあ開ける。なるほどな。いつあのあんな中央にいるのか。あ、でもこれ今振ったんじゃない。あ、かわせたかな。よし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 。よっしゃー、逃げ切れたけど、これでいいのか。セーブしとこう。動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、
感動があるけれどね、いつも見てくれて本当にありがたいですね。はい、嬉しいことですね。はい、はい、スマホからご覧の方は画面の下の方から登録してください。そしてパソコンから、登録する方、 YouTube はこちら、そしてニコニコ動画はこちら。はい、ということで皆さんぜひ登録してください。はい、お願いします。何なんだいつ。